よし、じゃあ前回の続きからやっていくか。うん、多分パート区切ってると思う。で、町の復活した人々たちに話をして、ドリームロッドとか使ってアイテムの回収とかもして、魔物盗むのを回収もするっていうのを今回のメインイベント、まあそれプラスボス戦だよね。こいつどうやって話しかけるの。例の表現ね、ラックプレーダーは持っている。あのキノコ眠ってるんじゃないの。あ、眠ってるよね。なんかピョンピョンしてねえもん。反復ごとみたいな動きしてないからさ。あ、寝てるよね。で、こいつのにドリームロッドを使って、まあちょっとお邪魔しますと。夢の中へと、いざ。キノコの傘に当てて、ほら、ここは僕の故郷。精霊たちに胞子を運ばれて今の場所に住むようになったんだ。ここがもともとお前たちのいたところか。で、魔物の巣みたいなところを出して、夢の中で歩き回ると迷子になるよ。まあそれで強制的に戻されるのか。ドリーム、いやいや、こいつまだ寝てんのかよ。だいたいドリームロッドって1回しか使えないじゃん。それよりもなんか山の、尾根みたいなところ、あー違う、山の尾根って一番最初のマップか。こいつらどうやって話しかけるんだよ。これ何、悪いことでもしたのか、あのカタツムリと。あの子供はよ。とは言っても、ここに悪人はいないから、お仕置き部屋といった方が正確かな。なんでお仕置きされてんだよ。ちょっと、出してやれよ、こいつら。まあ、なんか悪いことして、入れられたのかもしんねえけどさ。うっかり眠ってしまった。そう、お前の夢の中にまだ入ってないんだよ。で、カタツムリの方が長生きしているという、そういう世界観で、んで、左側の方。こっち側で、おばあさん二人ぐらい。ああ、そうそうそう。王様お助けください。何を言ってんだ、王様お助けください。お前、王様部屋みたいなこの先にできたような記憶があるな。霊能の表現というところには薄い氷でできた橋がいくつもかかってるそう。じゃあ、うん、これはもう解決済みだよな。50ジェムとかなんか鎧と、もう一個何かあるっていう話をさっき聞いたから、それを見に行くか。それ見に行って、こっちだっけ、ここの山の頂に、そのさっきのおじいさんが若かりし頃に何かしらのアイテムを隠したみたいな話をしてたから、それってでも回収済みか。なんだっけな、なんていうアイテムを隠したって言ってた。魔法の鎧を隠したって言ってたっけ。もう2パート分まとめて撮ってるからさ、ちょっとそれの確認ができないんだけど、尾根ってやっぱ頂上、あーちょ、くそ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 ったれ。いやいや、ちゃんとついてこい。もうなんでそのチビチビくるんだよ。よしよし。で、ぶっ倒して、この雪だるまみたいなやつをぶっ倒して、ほい。で、崩して、上かな？山の尾根に隠したって言ってたけどさ、いや、魔法の鎧と50ジェムってこの宝箱のやつか。なんか、じゃあ回収済みなのかな？この辺で話してたよね。この辺で話したから多分回収済みだな。もう自分の動画見返さないとわかんねえんだけど、多分回収済みだよ。この魔法の鎧と50ジェム、なんか50ジェム入ってたような記憶があるんだよ、薬草とか。あ、じゃあこっち来る必要ねえな。もうボス倒すか。まさかパートをまたぐことになるとは思ってもいなかったんだけど、うん、まあ多分今回のパートをボスを倒すからボス戦が今回のサムネになるな、きっと。で、一回下山して、地底湖ルーンの魔物の巣か、残り1だったのを解放して、ボス倒すといったところかな。今回のメインディッシュはそれだな。で、こっちから、あ、違う、こっちから行かなくてもいいんだよ。もう解放してあるから、上に戻って、元来てた場所、てかセーブポイント、セーブは別にしなくていいか。セーブはもう一個の魔物の巣解放してからにしようか。まだあるよね。魔法使っちゃった。間違えた。あいつらが復活してんのが厄介なんだよな。右の方にできてたよね、どっか。この辺、ここじゃないの？どこだ？なんかこいつを倒した後あたりにさ、なんかできてたよな。離れ小島みたいなところのやつ。いや、右側だと思うんだよな。右側だよね。もうちょい下か？今物理でなんか殴ったもなんかすげえ斬新だな。いや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 、え？
り1へ。あー、ここか。え、もともとあったのか。もともとあって見落としてた。もともとあって見落としてたのか、どっちかわかんねえや。あー、ちょっと待って、あー、いいや、こいつは剣で倒そう。ほい、今装備ドリームロッドだからか、なんかダメージが浅いなと思ったよ。で、力の腕は装備して、オッケー、出てこい。ほい、いいね、一撃。正面、完全に正面からじゃないとジェムの回収ができないのがちょっと厄介な操作性。ラスト1かな、こいつ。オッケー。カタツムリの魂、なんかこのカタツムリどうやって話しかけんだよ。あ、え、もしかしてこれも神通力か。あのおばあさんの神通力を使って何箇所か移動できる、なんかその可能性あるよね。セーブすっか。もう魔法じゃない、魔物は全部倒したから、あとはまあ町の探索だよね。町の探索とボス倒して王様を復活させて、このエリアは全部終わりかな。メインストーリーは全部進めたってことになるから、ちょっと神通力使ってよ、離れ小島何か所か飛ばしてくれよ。うん、これは知ってるんだけど、このおじいさんに話しかけたら何か変わる？いや、変わんないか。さっきの離れ小島にいる、離れ小島っていうか、ちょっと幽閉されてるさ、幽閉されてるカタツムリのところにはどうって言ったらいいんだ？眠っているキノコを見かけたら、その夢の中に出てきた場所へ行ってごらん。この眠ってるキノコのやつは、僕の故郷だよって言ってたルーンの地底湖のやつでしょ？だから関係ないっちゃ関係ないんだけど、ってなるとさ、どうやって行くんだ？あの眠ってるキノコでしょ？今のカタツムリの話しかけ方もわかんないしさ、解放した魂を全部話しかけることができるもんだっていう認識があるんだけど、そうとも限らないのかな。うっかり眠ってしまったとか、その辺の話の内容は変わってないしさ。いや、いけるわけでもない。なんかいけそうな雰囲気醸し出してるけどよ。で、牢屋にいるこいつらにも話しかけられないし、ドリームロッド使わずに話しかけたらすやすやしてるだけでしょ。あのカタツムリ、カタツムリだっけ、さっき解放させたの。あのカタツムリどこで幽閉されてんだ。そこまでものすごく広いわけでもないのに、そうそうそう、このカタツムリよ、なんか話しかけたことないやついるなっていう話を、あ、ここか。うわ、これ気づかんって。よくここへ、これだったね。はい、これをあげるよ。なになになに、神のエンブレム、いい、来た。初めてもらったかな、もしかして。エンブレム2つ目、なんか数字の4って書いてんだけど、神の紋章が書かれている。これら8枚集めたものは魔法のエキスパートとなる。来た、初めて入手したのかな。いや、多分初めてかな。いや、これ気づかんよ。せめてここの壁の部分だけ色が微妙に変わってるとか、そういうのだったら気づくかもしんないけどさ。これなんかマリオ64でさ、こういう遊びあったよな。絵の中にさ、体半分だけ埋めてさ、もう体の半分外に出すみたいな、そういう遊びみたいなあったよな。遊びっていうか、なんつうかさ、頭完全に食われてるよ、これ壁の中に。これは気づかんわ、でも。いや、でもよかったな、回収できて。こっからさらにさ、なんか横とかに行く道はないか。さすがにそれはねえな。じゃあ、ボス戦行くか。ボスが本当にすっごく強くて、いや、もう何回ゲームオーバーになるんだっていうぐらいゲームオーバーになった記憶があるわ。まずはでも守りの腕輪かな。守りの腕輪装備して、ちょっと敵の行動パターンを思い出したい。すごい強いんだよな、ここのボス。このマーマンみたいな。危ない危ない、当たるでしょ。このボスのゲージみたいなのができてるけど、槍攻撃してあの炎が横に来るのか。まあ最初の攻撃はかわして、反対の方向か、反対の手に変えるから、どのタイミングで攻撃したらいいんだこいつ。そうそうそう、手出すから攻撃できないじゃん。開幕攻撃当たんないでしょ。
魔法当たるよね。魔法が当たっちまうからゴリ押しすることができない。ってなるとどのタイミングで、今当たったな。あ、このタイミングで、あ、ここ当たるね。微妙に当たるポイントは一応あるっちゃあるのか。けどやはり徐々に難易度が上がってるんだよな。これかわして、かわしてないけど、あ、魔法で倒す、それとも魔法で倒すべきか。魔法効いてねえしよ。キキーンってなってるよ。魔法変えてみるか。これはこれ効くか。そもそもキン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 ってなってるわ。え、で HP がさ、まだ減ってないんだよな、ボスの。どうやって倒す。もうこうなったら力の腕輪つけてゴリ押しした方がいいんじゃないか。いや、いい、ここゴリ押せるじゃん。ゴリ押しスポットみたいに、多分ここの左側が一番ゴリ押ししやすい場所なんだろうな、きっと。待った方がいいか。思い切って待って、この辺から、この辺でゴリ押しする。あ、ゴリ押しできるな、これ。ゲームオーバーならずいけるかもしれない。ちょっと薬草装備しとくか。薬草装備して一回死んで、もう左側で完全に陣取って待ってよ。わざわざその主人公にとって不向きの方向に行く必要はないんだ。ここでちょっとゴリ押し、ここでゴリ押しして、いいねいいねいいね、ゴリ押しゴリ押しで、薬草を使ったことによって復活できるから、で、ここで力の腕を装備しよう。こういう戦い方が正攻法か。もうこれぐらいの HP 差だったら実際ゴリ押ししてもいいんだけど、これ何、オスなのかメスなのかどっちなんだろうな。やたら大胸筋が発達してるのかさ。あ、ちょ、完全にもう右にフェードアウトしてるよね。あのボスが、あのボスの性別が気になるよ。どっちなんだろうな。まだこっち来ねえな。ねえ、いい胸筋してるよね。ほい。で、かわして、次こっち。この辺でゴリ押す。いいねいいね、今回できるんじゃない。よし、倒した。いいね。シーマンを倒して、ボス戦一発クリア。いやー、よかったよかった。昔やった時にもう何も考えずゴリ押しで突っ込もうとしてたけど、やっぱある程度年を取ってさ、まあ、ゲームすることによって、なんつうんだろう、勝ち筋みたいのをさ、自分で見つけられるっていうのがいいよね。レトロは王様の魂を解放した。広いな、王様の家。まあ王様だからしゃあないか。王様ご無事ですかって、次女がね、次女のばあさん二人が近くに行ってるわ。いや、いいな、自分でこの何、勝利へのストラテジーみたいのをさ、開拓しながら倒せるのって、まあ大人になってからの楽しみ方みたいなもんだよな。いや、よかったよかった。で、セーブしとくか。で、セーブして、まだやるぜ。この人たちに話しかけよう。今復活させた王様とか、冒険に関するヒントみたいのを教えてくれた気がするんだよな。なんか重要なアイテムを3つぐらい見つけて、なんかそれを3つ全部集めてきたらまた私のところに来なさい、そうすればラスボス倒すのに必要なものをあげますよ、みたいなことを言ってくれた気がする。私は間違いないし、三種の神器が集まったら火の鳥を召喚したら、そうそうそう、この火の鳥っていうのがラスボス倒すのに必須のアイテムで、三種の神器がないと、その何、ボスを倒せないっていうか、ラストまでいけないみたいな、そういうやつで、この三種の神器はエンブレムほどでもないけれども、探すのがちょっと難しかった記憶がある。まあ、世界を股にかけていろいろやんなきゃいけないんだよな、全部のコースクリアした後に。で、間違いなし三種の神器が集まったら火の鳥を召喚したよ。セリフ同じじゃねえかよ。で、王様、そなたがわしを元の姿に戻してくれたのじゃな、感謝するぞ。わしはカタツムリの脳無にひどい仕打ちをしてしもうた。それか、カタツムリの脳無が牢屋にいるやつか。あいつの魔物がやってくるという忠告を信じようとせず、牢屋へと入れてしまったのじゃ。脳無に会ってみればよい。そなたの探しているのがきっと見つかるはずじゃよ。あ、石かな、もしかして。ところで、そなたは火の鳥の言い伝えをご存知かな。三種の神器、すなわち灼熱の鏡、灼熱の玉、灼熱の杖、もう灼熱シリーズだね。ドラクエにありそうだな、全部。集めたものには、体に火の鳥の魂が宿るという、あ、だからか、火の鳥。火の鳥だから灼熱と。奴はそれを、
やつはって何を呼んでるんだ俺は。それはどんな魔法にも勝る力を秘めているらしい。これらをすべて見つけたらわしのところへ持ってくるがよい。オッケー。かなり後半になんないとわかんないんだよな。セリフは変わんないんだね。でカタツムリのローム、あの牢屋に閉じ込められてるやつと、あともう一人牢屋に閉じ込められてるあの少年が気になるんだけど、まだ牢屋の中にいるのかな。この位置からじゃ見えないから正面に回って見なきゃいけねえんだろうけどさ、いるかな。あ、解放されてるね。王様より話は聞いております。このカタツムリがノーブルスじゃ、この子は、この雪山からずっと右下の方角へ行ったところには砂漠の一軒家があって、そこには普通の剣では倒すことのできない機械の魔物が動いてるんだって。次のエリアか、レオ博士のお屋敷みたいなところが次のエリアなんだけど、そこで手に入る剣を手に入れればようやく硬い敵が倒せると。サソリとかね、ステージ2にいたサソリとか、ステージ1にいたよくわかんない四つ足で動いてる人形みたいなやつを倒すことができる。そういう剣が次ようやく手に入るっていうところなんだね。でノームは、僕の名前はノーム。以前レオさんの家に住んでいたカタツムリです。以前レオ博士はマグリット王に悪魔を呼び出す機械の設計を依頼されていました。そして依頼を断った博士がマグリット城へ連れて行かれるとき、僕らにそっと4つの石を渡し、どこか遠くへ逃げるようにと。あ、それぞれのペットか、ルーとかさ、イルカのルーとか、このカタツムリのノームとか、あと誰だっけ、リーサに渡したんだっけ。まあリーサ人間だけど、まああと犬のターボかにそれぞれ石を渡してって感じなのかな。これそのことを言ってるんだろうねきっと。でその石はこの世界と魔界を結ぶ鍵となるもの。残りの2つはレオ博士の研究所とマグリット王のところにあるようです。さあこのシルバーストーンを持って博士の監禁されていた砂漠の研究所へ行ってごらんなさい。でこれで新世界に行く旅 ためのアイテムがまあ手に入って、まあ、新しいところに行けるっていう感じだね。いいね新世界。俺の中でグラフィックステージの外観みたいに見れるじゃん、地域へ移動するっていう画面出すと。その時のこのグラフィックっつうのが俺は個人的に一番好き。この状態、この砂漠の一軒家のこんなんだったっけ。でもこのマップのさ全体図がいい感じっつうかさ、なんて言うんだろうな、落ち着くっていうか味が出て好きなんだよな。で全体見る限り残りのステージがここと、この右上のお城と、まあ、オーロラみたいなのがかかってるところの3つか。後半戦もいいとこだな。で、ちょっとだけ見るか。ちょっとだけ見て、いけないのか。ちょっとだけ見て、今回のパート終えるかな。ここはレオ博士が監禁されていた研究所。地下には全鉄剣という剣でしか。FF かよ、倒せない機械が動いてるよ。まずは上の部屋に入るための扉の魂を探すことだね。おお、ここはそのステージが家なんだよな。ステージっていうかこの何、このレオの研究所っていうこのフィールドが、まあ、家でできてる場所。今までは海とかさ、あと何、森とかさ、まあ、グラスバレーとかいったそういう街だったけど、ここはもうすごいでっかいんだよね。もう研究所、普通の家みたいな感じの研究所だけど、だって明らかにさ、この廊下の時点でさ、人間2人が寝れるぐらいの広さ幅あるじゃん。だから相当でかいんだよこの研究所自体が。まあこの広いフィールドを今回やっていくといった感じかな。ここはどこだ。あー、ここに繋がってるのか。この BGM すんげえかっこいいよな。デビルマンっぽくない、ここの BGM。 いや俺このゲーム やるときにさ絶対言おうと思ってたことがあって、それなんだよなここのさ、デビルマンだっけ、デビルマンじゃないかもしれない、なんだっけ、バビル2世かデビルマンのオープニングにここの BGM がすげえ似てるってね、俺は個人的に思うんだけどさ、今の一番最初の部分もう一回ちょっと聞き流すけど、もう一回聞き流したいから、なんだっけ、あれはデビルデビルデビルの部分にさ、なんか似てないこの部分俺だけかな、共感できる人がいるかどうかわかんないんだけど、
なんか芋虫みたいなの出てきた。まあ、敵何体か仕留めて、まあ、次のパートに回すかな。どこら辺で区切るか全く考えてないからな、今回。さっきのはちょうど、機械的な敵が出てきたな。ちょっと待って、硬い。あ、力の出は少ししてるか。あ、でも薬草回収しに行きたいな。硬いっつうか強いな。こいつ動きすら止めれないから。待って、来るな。あっぶねえ、もう半分ぐらい HP 減ってる。薬草回収したい、とりあえず。薬草回収して、薬草を回収しないと死んでしまう可能性がある。結局回って、回り込んで、敵すごく強くねえか、ここ。あっぶねえな、今のも。猫の魂を解放した。にゃーにゃーといったところか。魂解放させて HP2 回復したのさ、もう全然あれなんだよな。回復してねえんだよ。あの敵を倒せる。ああ、これか。こいつはそんな強くないから大丈夫。魔法も変えよう。魔法も使いやすいこれに変えて。ほい。一網打尽できんじゃねえか、このスペースで。あ、違う。あいつなんであんなとこまで行っちゃったんだよ。そうだ、ここ来るべきところじゃねえだろ、まだ。明らかに敵のレベル、大幅に、アップ。ちょ、動け、動け、アップね。ちょ、コントローラー、言うこと聞け。アップねえ。で、倒して、もう一回ぐらい出てたような記憶があったんだけど、出てないんだ。今虫、あっし、ナイスタイミングでレベル上がった。アップな。こいつも破壊して、オッケーオッケー。これで一回機関用の道かな。猫の魂しか解放してないけど、もう薬草を回収したい。薬草の回収も兼ねて、薬草回収しておへよ。薬草回収して、次回猫に話しかけるぐらいのところから、まあセーブはいいんだけど、まあ、ちょっと移動してんだよ。移動してちょっと薬草回収しに。グラスバレーまで戻る必要がなくて、このセントエルズだっけ名前。このセントエルズの右上にいる薬草おばさん、薬草お姉さんに話しかけて、海底神殿だしな。これセントエルズはここじゃないか。ここだけど、ここのマップの、ここのステージか。海藻から作った薬草があるんだけど持ってく。薬草って何なんだろうな。まあ、どの草からできてんのかさ。この世界にある薬草は海藻以外のものからもできてるっていうのもあるんだろうね。で、地域移動して、まあ、猫に話しかけるのは次回でいっか。よっしゃ、今回はこの辺で終えよう。セーブして、まだ戦いを続けるつもりですか？いや、今日はもうお休みますと。元でゆっくりとお休みなさい。